私も実は先送り体質なんでしょう根っこはねだから「明日できることは明日、うん、いやいやいやあさって?明後日」みたいな「根、ね、の勝負はそうなんですよね、はいうん、先送り体質」ってどうして先送り体質になっちゃうんだろうかって、はい、まあ根っこの体質はしょうがないと言ってもね、はい、この根っこの体質であった この山下秀子さんがですね、はい、こと断捨離に関しては全然先送り体質じゃないことをできてるわけですよね。はい、よね不思議だなって自分で思ったんですよ。うんうん、なんでこれだけはできてるんだろう。ね,ね,ねだってメンテナンスとしての断捨離をね、うん、こう日々や,やってらっしゃるわけですからね。うんねうん、でね、そのじゃあ先送り体質にっていうかね、ま、誰でもあると思うんですけどね、はい、先送りの部分で先送り体質の自分がこう。うん 頭をもたげてくる背景について考えたんですよね、うん、やっぱりねその、まあ、心理というかな、うん、感情というか、うん、先送りっていうのはやっぱりめんどくさいなっていう思いがねベースにあると思うんですよそうですねうん、うん、確かにねだからその断捨離の捨てられない三つのタイプって先生がよく本でおっしゃる過去執着型、はい、現実逃避型、うん、未来不安型で言ったら、うん 現実逃避型の典型っていう感じですよね。まあ後で。うん、だよね。そう、私なんかも完全にこれなんですけど。まあ口癖であまりに言いすぎて、長男まで最近面倒くさい。<laughs> まだ5歳なのに、面倒くさい。そうだよね。カマキリの飼ってるんですけど。それ、そううまあ二日に1遍ぐらい掃除することになっててね。彼が。面倒くさいっていうわけですよ。<laughs> 確かに面倒くさいで<そう> <laughs> もうだから、自分が言うから、言ってるんだなっていうのがもう、ありありと分かるから反省してんですけどね。これ、わかるでしょう、面倒くさいっていう言葉の意味。うんうん、え、面倒, <laughs> 面倒を見るのが嫌だってことだよね。うんうん、だから、ケアするのが嫌ですよって言ってるわけだよね。うん、そうですね。うん、面倒って、ほら、面倒を見てもらうとかね、面倒をかけますねっていう、そういう意味だから。ね、ケア、メンテナンスをするのが臭い。うんうん、臭いは臭い。<laughs> カキリの小臭そうそうそうまあでもさすがに最近やるようになってきたんですけど、うんうん、でも最初に「面倒くさい」って言った時に「じゃあ買うのやめれば」って言ったんだけどでも買いたいとかっていうのはそういう問題があってう,んうんまあ、う,うなりますよねだから言ったじゃないのってそう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  <laughs> って言いたくなるよねママとしてはそう <laughs> いつも言ってますいや私もどれだけ言ってきたか分かんないですよ <laughs>、うん、でやっぱりね いい言葉ではないな。こうね。言葉のエネルギーがねだって。これね。要するにこう面倒を見ることケアすることが面倒っていうことは、命のケアも面倒くさいってことだから、生きていくのが面倒くさいに繋がる可能性は大いにあるよね。うん、なんか繋がってる感じします。ねわずか5歳でそれじゃ困る。困るよね。そうそうだから、自分の影響でそうなっちゃ困るなと思って。本当に。これは重大な言葉だとね。 でまあまあそれはともかくとしてね、はい、でじゃあこの「面倒くさい」という思いがどういう時に出てくるかって次に考えるわけですよね。はあはい、で考えてみたら「はい、到底できるとは思えない」はい、まあやったとしても思うような結果が出せないと想定した時に「はい」 私たちはそれを、に取り掛かるのが嫌だから、この面倒くさいという言葉にね、結びつくんだなと思ったんですよ、うん。おっしゃる通りですね。で、やればできるなと、自分が想定してたら、面倒くさいって感じは絶対湧いていくない。そうですね。でも、やっても、これね、思えなきゃい結果出ない。うん。それとかもっと大変だ、なんて思うと、うん、ああ、面倒くさいっていうふうに自然に直結する。 と思うんんでですすよねななかか見積もるじゃいこれだったらこれぐらいの時間かかってこんだけの労力だなって、うんうん、自分の経験則で見積もるんだけど、うん、いやーそれはいついつまでには無理だろうとか思うとう、ね、ああ面倒くさみたい、ねま、な。ねだからその もう一つそれに面倒くさいについてもあるのはね、自分がやりたいと思ってるんじゃなくて、うん、なんかやらされてるなと、あ<ー>相手はやらせようとしてるわけじゃないんだけど、自分自身がやらされてるなって感じた時にはもっと面倒くさいが、ねかける何倍みたいななる。そうですね。すよね全くおっしゃる通りですよね。だ、うん、から見積もってできないと思った時、うん、しかもそのやる行動自体がやらされ感満載と感じた時に、うん 面倒くさいもマックスになりますね。そうですね。うん、だって好きなことだったらね、うん、そんだけ時間とか量がかかるもんでも。全然面倒くさいとは思いませんよね。そう,そうですよね。だからね、あの、私思ったのは、その片付け自体がもともとそういうネガティブなね、エネルギーがいっぱいこもっちゃった。と思うんですよね。よねだってお母さん自体もやりたくないの、やらされたっていう思いで育ってきて、はい、そういうふうに思ってる。 くせに子供にはやりなさいって命令するわけね <laughs>、はい、子供だって、ねはい、これが片づくとは思えない状態だったらまた面倒くさいって,、うん、でっていうその負の連鎖がずっと片付けにはね、うん、まつわりついてきていや片付けってこんなに面白いもんでこんなに楽しいもんでこんなに気持ちがいいんだっていう、ねうん、教育は受けてないですすよ受けてないですね,ねやりたくないけど我慢してやるものっていう、うん、ネガティブプレッシャーのまま。 ずっと来ちゃった。一億二千人分かける何十年だろう。もう百年ぐらい。そうですよ。うんうん、片付けって言葉にはそ。ネガティブエテージが。こもってると思うと。そう集合無益そうにね。<laughs> 片付けイコール。やらされるもの。面倒 <laughs>、うん、くさいものって。いうふうにね。もともと入っちゃってますよね。エネルギー漏れ。っていうかね、うん気、気が漏れてるっていうのをね。うんうんうん 解決するにはどうしたらいいんですかね、うん、これはね解決するよりも何よりも事実目の前のことがやることが多すぎるということ物<ー>にしたら物が多すぎること物が多すぎる物が多すぎるということはやることが多すぎる、はい、つまり目の前にね高い山が立ちはだかっている、はい、自分はその山は絶対登れるはずもない、うんうん、でしょ、うん、だから 最初の一歩も出ないってことだよね、えー。言い方を変えれば、もう何かを取り組む前に善意喪失してるってこと。だから自分が抱えてるものも含めて、やることも含めてすべて多すぎたんだっていう認識に立ち返る。あ<ー>これが必要。なるほどね。うん そそっかそっかか、うん、だから何で私この体一個動かすだけでも面倒くさがるんだろうとかうん、うん、なんかやんなきゃやんなきゃって思うばっかりだみたいな、うん、そういうことじゃなくて。うん いやまず抱えてるものが多すぎませんからいういうにこうとを問い直すい抱えてるものが多すぎる割には目標が大きすぎて、うん、目標も大きすぎて、うん、その目標の大きすぎるってことをきちんと認識せずでも想定はできる、うん、やってもできるはずはないわ、うんはい、と思ってるからははは一歩動かす一歩 はい、踏み出すこともしなくなるわけ、うん、少なくとも失敗はしなくて済むからねそうか、うん、だから先生はまずお財布からっていうふうに小さい方だからこれならできるぞというところを一つ一つやっていくっていうね、うんうん、そうすると一歩が出るその一歩一歩小さな一歩がいっぱい出たらあ、はい、一歩進めば一歩変わるんだ っていう感覚を自分で掴んでいくしかない。うんうんうん、あそうか、うん、まあ、小さくてね。簡単だからだっていう風うな認識はもちろんあったんですけど、そういうことがあったんです、ね。そうですね。だからできるって思うことをやっていく、うん、だから、学校の勉強も。 よく塾の先生が戻すすじゃないですか、はい、中学1年なのに<ー>小学校3年の計算からやってみてあできたねって丸やってて<ー>やる気をね、はい、こう出していくあできるんだこれならできるんだこれならできるんだ、うん、これならできるんだっていう積み重ねが必要なんですよね。うんうん なるほど<う>だから先生がそのお財布からっておっしゃっているのは、うん、まずその小さな成功体験みたいなものを積むってことですよね、うん、つまりスモールステップで小さな体験を積むのと、はい、もう一つ、はい、もう一つあるのねそんなにあれもこれもやろうとしないことあ<ー>絞り込むこと、うん、まあこれが究極の断捨離でしょやることを絞り込むこと、はい、ですよね、うん、何かをやろうとする前にまずやることを、うん 減らす、絞り込んで選び抜いていくっていう、うん、そのスタンスですよね。うんまあ物が多いとね、やることがいっぱいあるって<う>やることが付随してくるじゃないですか。うん、だからまあ結局物がいっぱいやって大変っていう人は、うん、その to do っていうんですかね。うん、その物にまつわること以外のことも山盛りでもうアップアップしてるから。 だからもうとにかくその全体的にそのやることを絞り込んでいくで,、ね、でも断捨離で言うとまずはもうお財布から、うん、もうそこそれ以外のことも考えなくていいっていうひとまず<す>スタート地点は。そうですね、えつまりで、ね、今ひろこ子ちゃんの頭の中で何が混乱が起きてるかっていうともの、はい、を減らすやることを減らすっていうことを捨てるだけって思ってるんだけど、はい、入り口で立つっていうね、はあ、そっちも両方がいる。 それがやることを絞り込むことだから。はあ、入口を立つ。うん、じゃあ、例えば。立って、捨てて、捨てて立つっていうのを両方。やっていくと。はい。その先送りっていうのがなくなるわけ。じゃあ、この十一月はなるべく新たにやることを増やすなっていうことですね。うん、もう今は。引っ越しに備える。そう、リセットのための断捨離に。集中するのであれば。うんうん、はい。まず。 お財布みたいな小さなところの成功体験を積んで繊維喪失を防ぐ、うん、先送りをしないことを大事にしましょうってことですね、うん、そしてやることをあれもこれもと盛り込まずに断っていく立っていくっていうユースなんですん DVD 付き断捨離入門講座はアマゾンや書店ではお買い求めいただけませんスマートフォンでご覧の方はどうぞ概要欄からお申し込みください そしてテレビでご覧の方はこちらの QR コードからお申し込みいただけますお待ちしていますありがとうございます YouTube をご覧くださりありがとうございますぜひ高評価とチャンネル登録をお願いしますさらにお得な情報はここからゲットしてくださいね